はい、こんにちは、レイです。今回は、地球守るのはちょっと置いといて、馬主生活ですね。あんな化け物がいなくなる前か、もう完全に地球から去った後っていう感じです。はい、天才レイ。あと、よくよく考えたんですよ。ジョッキーは、多分簡単だったんですよ、G1。馬主としての G1 は、めっちゃ時間かかるだろうなーっていうことを、はい。まあでも、そうね。俺の馬が、なんと G2 勝ったんで、なくはないな。なくはないんじゃないかなと。まだ、調子が上がんねえな、でもこの馬。調子が上がんないからどうしようもこうもない。やっぱ調子悪いとさ、走んないのよ。誰ですか、あなたは。論議場？何それ。で、うちのね、うちの、何？牧場今お金ないんでね、そんなの作れないです。何日？ 12 月1日3日。まだだ。あと2週後ぐらい。だ。まあね。地球はね、早く守んないといけないけど、まあこの馬主はね、ゆっくりとやってってね、勝てばいいんですよ。ぶっちゃけね。結局ね、ここでお金を稼ぐには、めっちゃ、馬いないとさ、やっぱ稼げないわけですよ。温泉施設、はい。どうでもいいですね。みんな調子が罰になってるんでね。俺の馬、平行線辿ってるな。星酔いとかないのか。グルシリウスで。ある、芝星酔い。よし。大成功。とりあえず調子悪いけど、投手で追って、どう頑張ってくれるか。7番人気ですか？まあ、ダイジェストですね。OK。ダイジェスト。2000メーター見てたら時間がなくなっちゃう。あと途中で止まったらまたごめんなさいだから。先頭、これはさすがに体勢決したか。グルシリウス。行け。必死に追ってるけど、3着限界だね。スライドタイト。シグナ上先頭だ。3着。ゴールイン。2着はスライドタイト。3着にグルシリウス。見事に勝ちました。3着。まあよく頑張ったんじゃないですか。調子が悪いながら。そこは褒めてあげるわ。成長。3連服安っ。ズブ馬だからね。うん。まあ、重賞制覇してるんでね、俺の馬が。ここはまだありがたいと。G1 で使えばよかったな、年老いを。失敗しちゃった。まだ、まだまだ。泡らしい系か。殿堂入りまだまだだよ。あ、でも俺の馬、調子が、もうあれになってる。いいね。うん。村っ気がすごいんだね。サカロ。なんで？いつもさ、ダメじゃん。まあ、こいつの G1 に、かけよう。朝日杯。フューチャリティ。頑張れ。海外のサンクセール。いやー、別に大丈夫かな。うん、セールはちょっと参加しない。お金ないから。マジで。勝って返せる見込みもない。あれ、俺の馬、3番人気。頑張ってくれ。疲労は溜まってない。調子は割といい。え、新聞によると、え、D かよ、調教。でも、前走勝ってるよ、一応、KO 杯。
でもみんな黒三角とか丸とかだから、全然ある。この誰この、浜中すぐるの、レイドレベラインっていう馬が、みんな本命。あと、ルメール。マジで？よーし、頑張ってくれよ。追ってこいよ、竹さん。竹さん、追えよ。クオリティミント、先頭。いや、うちに揉まれてる。さあ、先頭は、レイドレベライン。その差は、うちに揉まれちゃった。シーズルーです。懸命に足を伸ばす。あー、沈んだ。これ、戦力が合ってないんだ、この馬。レイドレベライン。2番手は、うわー、気難しい馬だな。この馬で決まりか、レイドレベライン。1着、レイドレベライン。完勝。2着はシーズルーです。多分ね、枠じゃない。3着にサニーコーカサス。枠。レイドレベライン。完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。枠じゃないんだよ。ああ。俺は距離だと思うよ。死んでたじゃん。ああ。あんまり輸送とかしない方がいいかもしんないっすねか。うん。輸送なしか。中山東京でしか使えねえじゃねえか。また。いや、ファルコンステークスがどこ中京か。いや。輸送ダメなんで。絶対。そう、輸送ダメなんで、ちょっと、ダメですよね。うん。関東オープン。オープンね。ああ。俺の馬。結構難しいんだよね。そう、戦力はマジで合わないんだよ。関東、京成杯、共同通信杯とか絶対使えないから、どっかで叩きを入れるしかないんだけど、クロッカスステークス。うん。クロッカスステークスで叩いて、どっかいいとこないかなーっていうとこ。NHK マイルカップとか取りたいけど、こいつ完全なスプリンターなんだよな。どっかないかな、いいの。オープン。絶対ね、1008とかダメなんだ。令和 12? 令月12なんだこれ。北九。出れないんだ。マーガレットかな。ただここは違うな。で、このファルコンステークスに登録。かな。これ、5週後でかける。竹さんでいいか。追い込みめっちゃうまいの。池添くんだな。これどれなんだ？この二重丸が一番うまいのかな？多分そうだろう。うん。クールシリウスはちょっと、だ川崎記念、なんでお前川崎記念なんか出るんだ。ダメだよ。どっかあるだろう。関東で。うん。ここか。ただね。違うんだよね。その、中山記念ですか？何？なんて言ったらいいんだろう。調子が上がんないんですよ、この馬。どっか一本、叩き入れるか。東京新聞杯ぐらいで。で、おう、おうってなんだっけ。
あ、オーシャンセックスか。6週間後ぐらいでここで最適で入れといて、様子見ようかな。うん。人懐っこい生活、性格なんだ。俺の馬。どうし、調子が上がった。うわ、もったいねえな。もうちょっと早いところ行きたかったけど、距離がない、このまま。うん。さあ、1年間が終わった。何にも達成してない。無理でしょ。うん。無理だって。うん。なんだ。ああ、オッケーオッケー。ゲームオーバーなのと思った。年末表彰。ないんだって、うちの馬とかないから、何にも。もう、飛ばす。ルメールだ。騎手大賞はルメールかい。調教師まではね、多分ね、本物ない。騎手だけだと思う。うん。馬は、ああ、さすがに、ないか。ビーディングサイヤーが、ロードカナロア。だろうね。インデュライン。すご。有馬ダービー菊花。すごいね。テスコロ、誰だよ。誰ですか。あ、もう分かった分かった。米国とかいいよ。アイロンキングね。モンサルト。どうでもいい。欧州もいいよ。長い長い。やりますね。手続き。はい。成長早めか。まだいける。はい。今年で引退する種牡馬。多分、大丈夫な馬。ドリームジャーニーか。アドマイアムーン、スクリーンヒーロー。ディスクリキャット。スマートファルコン。ルーラーシップ。うわ、マジか。ヘニューヒューズもだ。あと、遠心フラッシュ、キンシャサの奇跡、エスポ。バーゴ、リアルインパクト、ダノンバラード。シニスタミニスタ。結構やばいね。あ、今年から入った馬か。これだっけ？死亡倍率。最近、ドレフォンがシンジゲートを結成するようですね。シンジゲート株を一株購入。買おうかな。ドレフォンだし。ああ、どうしよっかな。イスプロ系。うん。これといったね。やつか。キングマンボ。うん。どうしよっかな。なんか買おうかな。ノーディー。ハンプトン。うん。いや、どうしよう。まあ、別になんだけど、ここら辺を購入でいっか。はい。購入手続き。まあ、いら、ないか。アドマイヤミヤビ、アートハウス。よし。はい。騎手の投稿。ああ、柴田義富ジョッキーが引退。マジか。ああ、のりちゃんも引退だよ。
ああ、クマ様、奇襲引退。戸崎がフリーになった。岩田未来もフリー。うわ。いや、こいつはもう入居先。誰に託そうかな。まあ、こういうのがないとね、せないんですよ。いや、どうしよう。どっちに託そう。こっちの先生。うん。場名どうしよっかな。場名。場名は、一代目が俺の馬だったでしょ？ちょっと面白い風な馬の名前。どうしようかな。ああ、マイホースでいいか。マイホース。そのまま、私の馬。マイホース。いいんじゃね？これで。英語、一等。今年の一歳は。オッケー。そんなあなたたちの格好なんかどうでもいいですよ。うわ、PC クラシックね。いずれは撮りたいわ。うん。まあ、秘書は変えないよ。うん。そんなもん、変えたところだって関係ないもん。お、一個か。俺の馬。何？オート進行ね。オート進行ね。そっか。うん。ここまでオート進行。よし。調子が。あ、もうクールシリウスやばいね。クールシリウス。ね、やばい。やばい、調教するの忘れた。あ、買ったから商品場を。知ってるよ。さあ、クロッカスステークスで、叩き。叩きだよ。俺の馬。年老い。よし。頑張って。張ってください。一番人気ですか。頑張ってくださいよ。1002とか1004しか走れないんですよ、あなた今。だから結構重傷がないんだよね。1002、1004。ビクトリーから先頭。突き放しにかかります。マイラブエアウェイ懸命に追いすがります。外から荒立ちさん。いや、内から来てる。内から先頭。しかし後続はすぐ後ろ。しのぎ切れるか。切れない。200m 先頭に立った俺の馬。一気にオープンヒューモア。オープンヒューモア。うわ、2着。オープンヒューモア。オープンヒューモア。1着。2着か。こいつ強いな。着にエントリーカラー見事に勝ちました。オープンヒューモア。こいつ強い。あいつ強えぞ。いけそえ。ああ。馬体が戻ればか。まあよくないんだ。まあ、調教してねえかな。年を追っただけだから。いや、クールシリウスも調子悪すぎ。で、ファルコンステークスで叩くと。いいよ、いいよ。
調子上がるのないのかな、他に。このクールシリウス、ダメなの、馬券に絡んできても、10番人気とかだから、馬券的には美味しいけどね。そこは否めない。馬券に入ったら強い。先頭、外から勢いよくメテオスウェイ。ここで先頭はメテオスウェイ。いや、上がってきてるけど。ブロー君なしはまだ後ろ。懸命に前を追っています。まだだね。まだ直線長い。残り200メートル。メテオスウェイ。さらに足を伸ばす。まだ。まだ粘ってるけど、三着は無理。ここでようやくブロー君なしは先頭は。はい、五着。一着でゴール。二着はプラムフィニックス。三着に、まあ、そんなもんだな。見事に勝ちましたメテオスウェイ。堅実に、なんか掲示板内を走ってくれるけどって感じの馬なんだよ。結局さ、本調子じゃないんだよね、この馬って。そう。だからね、無理なんだよ。知らないんですよ。頑張っても走らない。あかんねえんだから。あ、メモじゃない。コメント。こいつの能力はね、そんなもんじゃないのよ。そんなもんじゃない。うん、どうでもいいです。充実多い。クールシリウス叩くよ。もういい加減に。どれで叩こうかしら。セパレート。これあれなの？指示出せんの？あー、出せないね、調教の指示。その調、これしかないのか、調教出す。まあまあまあ、それでやっていくしかないか。うん。しゃあない。あれ、伊崎さんじゃん。伊崎周五郎。いや、でも強い馬出してきたな。若駒ステークスからディープインパクト記念弥生賞行くって。それっぽいローテ組んできてるやん。よし、俺の馬に調教つける。角馬場実行？角馬場。よし、もうない。いや、今日勝ってね、まずいね。前回すげえいいトレ高いっぱいあったのに、重賞勝って。やばいね。でも今回もあれだな、ファルコンステックス。ただ人気はするけど、って感じ。人気はすると思うけど、輸送が、そこが響く。結局そこなんだよ、輸送なんだよ。よし。ファルコンステークス。頑張ってほしいですね。ここ勝てればね、毎回毎回重賞勝ってることになるから。一番人気だぞ、一応。天馬ダンスっていうのがめっちゃ強い。そこが気になる。頑張ってほしい。一番人気なんだよ。頑張ってー。セシルタイズ、先頭。一馬身から二馬身のリード。アグネスソウル、二番手。手応えはどうか。俺の馬が。馬まだ後方。これはバンジキュース。セシルタイズ、やばい、後方。先頭。残り 200m 後方じゃない、来た。変わって天馬ダンス、俺も馬抜けた、抜けた。2番手は天馬ダンス、ジャス。先頭は俺も馬一着でゴール。重賞勝ち。2着は微妙です。俺も馬見事一番人気に応えました。輸送大丈夫だね。輸送克服してる。俺の馬刺してきた。これ安い配当だぜ。あ、いいね。精神面成長してんだ。強いね。
3歳の中でも完成度高い。3歳でスプリンターズステークス勝つとかありえるぞ。はい、いいでしょう。めっちゃいい馬選んだって思ってる。俺も、俺の馬いいですね。勝ちました。あー、コズミを発生してる。マイホース、こいつなんだよ。こいつさ、こいつあれだな、さっき勝ったよ。まだ、うん、あいにくね。いや、ニュージーランドトロフィーはね、このまま出ないんですよ。出れないんです。長い距離が長い。アーリントンカップすら出れねえんだから。うん、全然ここで叩く必要はないと思うんだよね。16、青いステークさんじゃん。ここだよ、ここ出すわ。青いステークスで様子見て、まあ、夏はこの馬の時期なんで、まあそれっぽいところでいいかな。で、ここで叩く必要はないと思うけど。いやー、さすがにやばい。60キロは背負えない。で、まあ、ここで終わりでいいかな。一応、最適戦に。今強いからね。16走った以外は全部化けんない。あ、小倉。2歳ステークスがダメダメだったけど、それ以外は馬券内連帯100。強いよ、強い強い。いいね。あ、また間違えちゃった。またやっちゃったよ状況。重賞勝っても3200万か。そりゃそうか、G3 だもんな。うおー、アドマイヤミヤミの25。取引評価額1億200万。強い。父ダノンスマッシュ。強いですね。まあ、これはちょっと、おまけ程度な5800万。いや、もう回避です。出れないんですから。うん。わがまま。やばいですよ。調教動かないんですよ、あの馬。安田記念に行こうとしてんの、この馬。絶対ダメだよ。どうしよう。調子加減とパワーを上げるが、違うな。セパレートかな。はい。間違えた。俺の馬。角馬調教。オッケー。もう暇なんですね。暇なんですよ。オート進行しちゃおっかな。お、5月の5までないんですよ。なんで、4週目まで、スキップ。あ、そっか、種付けか。そうか。アドマイヤミヤビに何をつけるか。まあ、結局評価がいい馬、アメリカンペイリオットすごいいいかな。うん。ダンジグ。全然つけ入れる。
メリカンペイリオット、いいかもしれない。トニー・ビン・デインヒル。まあ、アメリカ血統だね。これ多分だけど、あれだね。あの、思わばにめっちゃ強い。金付け。アート・ハンス・ロベルト。うん。この馬、結局、親父強い方が結局強いってなるんだよね。絆。絆か。シュネルマイスター。キングマン。これも海外馬です。ね。どうしようね。レイディオロ。いや、面白い。どうしよっかな。インシー。コケット。ロベロベ。ロベルトですか？いや、もうガチガチのロベルト。サンデー系くっついちゃってるから、これ真っ赤っきゃね。ダメ。ロベルト断軸。ありだな。いや、どうしてもロベルト系で行きたい。ダノンザキット。断軸。ハービンジャーか。中はウィザード。ナダル。なんだこいつは。リアルスティール。いや、この辺あれだな。ダノン。うん、ロベルト入ってるな。思い切った父ロベルト系いないかな。いないかな。さすがに拒否られるな。多分。ピクシーナイト。評価 D だからな。評価 D なんだよね。めっちゃ評価 D。近すぎる。血が。これが一番時間かかる。マジで。ノーブルミッション。ガリレオ。希少難のやつは絶対つけたくない。ゴールドアクターとか絶対つけられないで。ウシュバテソーロか、カルストンライト王。いやー、ちょっと待ってよ。困るなぁ。困るなぁ、マジで。ドレフォンね。うん。断軸。いや、アメリカンペイリオット。シュネル。ペンダブル。グレナディアガーズ。いやダノンスマッシュなんか前つけたように気がした。いや、どうしよう。北高たる前。いやー違う、ダートだな。まあ、単純にロードカナラつけとけばいいんじゃない？あ、3000万かかった。もうここは、ジャストレイか、絆。絆でしょう。はい、オッケー。やっと。やっとです。はい。
種付けが一番時間かかる。その後の未来だから。さあ、ここも俺の馬、青いステークス勝ったら、最高。筋力57で出れるし。あ、でも、クールシリーズも、調子めっちゃいい。よし。疲労が溜まってたけど。この時にクールシリウス違うところに出したい。しかも1008から2000のとこ。ナルオ記念とかいいと思うけどな。個人的には、いや、エプソンカップある。絶対エプソンの方が最適。メンバー的にも。はい。よし、勝てよ。2番人気か。オッズまでは見れないか。さすがに。よし、ダイジェストだ。もう追い込んで、追い込んで、追い込んで。刺してきてくれ。レートレベライン、先頭、キッチンエッジ、伸びてきた。俺の馬、俺の馬、外から伸びてきた。ツバイヘンダー、ツバイヘンダー強い。2番手は俺の馬、ツバイヘンダー先頭だ。ツバイヘンダー、いやー2番手も確保できなかったか。1着、2着はベートレベライン、3着にバドーラー、4着だじゃん。に勝ちました。ツバイヘンダー4着か。うわー、なんだろうな。切れるはしないわけじゃないからな。ああ、まあそういう時もあるって感じですよ。馬なんでね。馬なんで。ああ、ロードかなら不渋滞になってる。マジか。いや、セントイルはね、出さない。次一勝したら今日終わりでいいかな。よし。そう、種付け。アート。いや、歩行たる前とか絶対ダメだから。ラブリーデイ、いやダメだな。マジェスティックウォール、ウォリア。よくわかんない血統が。ダンジグ。ノーディー系か。あのスマッシュとかもつけといていいんじゃね。もう適当になっちゃった。いや、こいつはね、千二なのかな。いや、千四が一番いいんだよ、千四が。このパラダイスステークスがめっちゃいいけど、アイビー様だじゃない。CBC 賞出すか。よし、最適ね。で、追い込みだから、差しに、する。この2歳はいつデビューなんだ。マジで、いつデビューなんだろう、あの2歳。もうそろそろだって、ねえ、あれがあるやん。新馬がもうあるはず。よし、投手追う。まだ出してんのか。どうしよっかな。パワー、そりゃパワーあるんだよ。そしたら中山なんだよ。
ップは長距離で。OK。さあ、クールシリウス、久しぶりの勝利になるか、ここで。久しぶりの、あれなんですよ。何?本調子で臨めるレース。ここで走んなかったらまずいんだよ。まあでも5着4着とか調子悪くても来るから、外から勢いよくアラセアヒース先頭、いなくね、食い下がるマイネルサダン、アラセアヒース先頭、後続とは3馬身以上、これは決まりか、切れる足がないから必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m を通過してアラセアヒース先頭、フールシリウス、オッケー、差し切った、フールシリウス、フールシリウス1着、2着は微妙です。勝ったのはフールシリウス、ナイス、クールシリウス。まだ力あるのよ。まだお前力いける。まだ勝てるぞ、お前。ああ。まだ勝てる。クールシリウスは通称初勝利。オッケー。騎乗能力アップ。ナイス勝ち。ナイスファイト、ナイスファイト。じゃ、CB 師匠までやろうかな、一応。そこで終わり。今日は。うん。ナイス、クールシリウス。ナイス、ナイス、ナイスだよ。中京記念。いや、こいつね、この、調子がいい時にね、叩いて走ればね、大丈夫な気がするんだよね。2000じゃない。こいつは2000が長い。中京記念ぐらいがちょうどいいかもしれない。長いね、ここなんだよね。使うか。七夕。七夕賞で、そうだな。関谷記念ぐらい。いや、福良記念使う。うん。すぐ使う。OK。CBC が7月の1日、2日。2日の、2日の七夕賞もじゃあやろう。せっかくだから。もうちょっとだし。てか、次だし。期待通りの成果、いいね。よし、もう調教師の先生にね、調教はお任せですよ。よし、渋滞、よーし、よかった。重賞勝っても全然お金手に入る。よし、ああ、ダメですか。はい。投資をしようと思ったらできなかった。わ、こいつ出んの?で、こいつ、前走、追いで、失敗してるから、作戦ですよ。最高峰?ため。ため?逃げ、大逃げ。いや、差しの位置。差しだ。差しで、どれぐらいの足を使ってくれるか。こいつが。後方待機じゃなくて。スナグルスイレン、先頭、外の方からアヤメアミジャー。最後の追い比べ、先頭はアヤメアミジャー。200を切った。いやー、なんか揉まれてるじゃないか、うちで。2番手はストライクエマリ、アヤメアビジャー。いやー、4着じゃないじゃん、あれは。1着、2着にはどうやらストライクエマリ、3着にツバイヘンダー、1番人気に応えました。いやー、アヤメアビジャー見事です。違うな、作戦負けか。下げた位置でのレースになりましたが、もっと先行馬、あいつ先行か?
あいつ先行馬なのか。じゃあ。俺の馬、大成功。クールシリウスも、大成功。うん。調子が丸になってるけど、まだ。あー、でも疲労溜まってるなー。でも調子がいいんだよなー。うん。放牧出すか。よし。笑っても泣いても、このレースで今日最後。もう最後。七夕賞。グールシリウス、3番人気。たけしくんさっき、ね、前走みたいな乗り方したら、勝ってる。ただ福島は、平坦かつ、直線が短いから、前が有利。ビッグボスだ、先頭。しかし後続はすぐ後ろ、しのぎ切れるか。フロア内部手応えは悪くありません。前を捉えられるか。力伸びてきた。クールシリウス、ビンクボスだ、ビンクボスだ、1着、2着にはどうやらクールシリウス、3着に桜ジープ、見事に勝ちました。ビンクボスだ、やっぱ前有利なんだな。ああ、前のレースだ。まあよく頑張った。うん。まあ、エプソンカップ勝ってるからな。まだ、全然いいや、今日。重賞勝ちしてるから。信頼レベルが上がった。うん。はい。じゃあ、ちょっとイベントもやろう。なんだ。芝、外れでしょ。お、当たりだ。ナイス。まあはい。じゃ今回はね、ここで終了しますもんね。競馬これどこまでも続けられちゃうんで、もう、今日はここです。まあ次回ね、また地球防衛軍でお会いしましょう。バイ。